方で始まりましたアマチュアチャンネル。さあ今回はですね、トランプ大統領のね暗殺未遂がありましたんで、それに関して世界史講師の佐藤幸男先生にちょっとお話を聞いてみたいと思います。まあ僕もねアメリカ移住ずっとね考えて動いているのでね、まあ思うところはいろいろあるんですが、ちょっと聞いてみたいと思います。幸男先生おいでいただきまして、この動画が出てる頃には僕はですね、シンガポール行きの多分飛行機の中なので、コメントがめちゃくちゃ荒れても対応できるかわかんない。ちょっとどうなんですか、世界史講師から見たらこの事件は。まずちょっと話す前にちょっと言いたいことがあるんだけど、いい？3つ、はい、まず前もそうだったんだけど、この系統の短い動画で、この動画って反森鉄も見てるじゃない、はいはい、そうすると前もって言ってんのに一部だけ切り取ってそこだけにマウント取ってくる人いるじゃん必ず、はいはい、だからそれは本当に嫌なんです。まず嫌だっていうことで先に言うね、はい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 、マウント取れるのすごく嫌でちゃんと全部見てから意見聞いてから言えばいいのに、うん、だってこの間のほら留学のやつ、はいはいはい、あれだって題名見ただけでお金ねえんだよってコメントしたやついるだろ、そうそうそう、いるじゃんよ、ちゃんと聞いてよみたいな、そうそうそう、見てない、お金ないの分かってるって言ってるのに、だからそういう風に切り取られてポンってやれるのはすごい気分が良くないっていうのがまず一つね、うん、だったら動画出すなよって言われるんだけど、これ森鉄の動画だからっていうのをまず一つ入れときたいことと、二、はい、つ目は今多分こういう系統が好きな YouTuber いるじゃん、陰謀説的なものが好きな、はいはいはい、でそういう人にとってみればもう格好の餌食になる事件なんだこれ、うんですね、まさに今作ってるところだね、うん、動画をこれ個人的な意見だよ、人が命を狙われてそれに対してこうなんやかんや言ってするっていうのが僕的には不謹慎だと思ってるんですよ、うん、なんで本当は好きじゃない、僕は好きじゃない、うん、でもそういうことをやってる人を非難するつもりはないんだけど、僕はちょっと不謹慎であんまり好きじゃないなっていうのはまず言っときたいことと、うん、もう一つが今ニュースとかにいろいろこの事件に関するコメントをマスコミが入れてます、うん、でそのマスコミのコメントの中で各首相とか首脳とかがテロは絶対許さないみたいな、こんなのは誰もいなさい、バイデン大統領までこんなに許さないってこうすごい乗るじゃん新聞に、でそれ当然当たり前だし、これをいいなんて言う人いるわけないわけだし、うん、本当に個人的にトランプが大嫌いで、うん、ザバミロっていう人もいないこともないかもしれないけど、うん、基本的にダメな話よ、うん、それをわざわざある首相はダメとかこういうのはいけないって言いましたとかっていうふうに載せるマスコミもどうかなって思ったんだけ ど、その中に唯一一つだけ、うん、プーチンがコメントを残したんだよね、うん、このことに対して、でおそらく長くコメントを残したんだと思うの、多分ね、うんうん、無事で祈りますとか多分言ったと思うんだけど、はいはい、我々に伝わってんのっていうのは切り取った部分しか伝わってこないじゃない、うんうん、それでプーチンが何て言ったかっていうと、アメリカはウクライナなんかに携わってる場合じゃなくて、うん、国内政策をしっかりやった方がいいよっていうふうにプーチンがコメントを残したっていうのが載ってたのよ、うんはいはいはい、その通り、その通りだと思った。別に今回の暗殺に限らず、もうどの国も社会分断していてぐちゃぐちゃなのに、ウクライナに支援しちゃいけないとは言わないよ、でもそれが問題になるぐらいに支援してるわけや、アメリカは、うん、お札吸って、ね、暗殺未遂って言っとかないとまた、あ、そう、ごめん、暗殺未遂ね、はい、だからそういう風になってるのでどうかなっていう風に思ったのが、うん、ごめんなさい、前置き3点、はい、前置き、はい、ということでそれはうまく編集してください。今の前置きにもめちゃめちゃ突っ込まれそうで怖いですが、はい。ちなみに森鉄は今回のやつを震撼したっていう風にニュースに載ってたんだよ、はいはいはい、人々が震撼したこの今回のテロ事件を震撼したって言ったけど、うんうん、森鉄としてはどうなの、今回の暗殺未遂事件が起きたことに対して。いや、まあまあびっくりしたのはまあまあ1個目ですけど、これもいや、まあ幸男先生が言ったように、まあもういろんな陰謀論とかがいっぱい出てきちゃうだろうなっていうのがもう思いました ね。で、まあもうこれで多くのやっぱアメリカの人たちがもうこれでトランプが勝ちだ勝ちだって言ってるわけですよ。それでなんだかなっていう感じですね。まあそういう見方になっちゃうんだなとか、やっぱああ移民がまた厳しくなるとか、ああそういう意見がもう出てきちゃうのと、好きだね、みんなね、あとやっぱりツイートとかももう一個僕がその見ただけで一つ見ただけでもうおすすめがブワーッと全部それ系になったんで、ね、アルゴリズムの恐ろしさね、怖いよね。こうでまあやっぱ多かったのが神に守られてるんだみたいなのがやっぱアメリカ的だなと思いましたね。あ、彼がね、はい、神に守られてるみたいなのが、ね、やっぱ神に選ばれたんだみたいなのがやっぱ多かったですね。耳だけ貫通したんでしょ、はい、すごいよね。なんか震撼したって言葉はすごくニュース使うでしょ、多分日本語なのか英語なのか分かんないけど、僕は英語のやつを読んでないから分かんないけど、日本語で震撼したっていう言葉をすごくマスコミ使ってるんだよ、うん、で本当に驚くは驚くけど、この事件を震撼するって国民が本
当にみんな思ってたとならば、もうあまりにもアメリカ大統領の歴史を知らなすぎるっていうか、トランプ大統領は自分が狙われることぐらい知ってますって、うん、そりゃそうですよ。だから暗殺未遂事件が起きても決しておかしくない。だからすごい震撼したとかすげえことが起きたとか珍しいことが起きたわけではないと思ったな、うん、あ起きちゃったんだなって思ってると思うよ多分多くの人が。でもマスコミは震撼したって書くわけです、うん、そうですね、震え上がったみたいな、はいはい、でもね今言った森哲のコメントも震撼した感じのコメントじゃないじゃん。だって大統領とかなんかみんながさ、うん、トランプ勝つとかなんとかってそれ震撼とは言わないよね、うん、他にもいろいろ出てたのもやっぱケネディとこう比べてるものも結構多かったですね、そのアメリカの記事は、ね、本当好きだねだと思ってて、ちょっと俺今じゃ全然関係ないけど模試作っててさ、はいはい、めっちゃ忙しくてまだニュースも全然何も見てないんで、はい、どんなニュースが流れてるか分かんないけど、うん、想像はつくんですよ。あなるほど、こういうのって、うんうん、でこれごめんなさい年代間違ってたら後で修正しておいて、はい、アメリカ大統領の暗殺事件って数多いから、はい、でまあ、テストに出るレベルで俺が知ってるレベルだとリンカーンでしょ65年あとガーフィールドが81年01年がマッキンリーかな、うん、ケネディが65年でしょ。この4人が暗殺で亡くなられた人なのね、うん、あと暗殺未遂がちっちゃいのはあったと思うんだけど、うん、俺が記憶に残ってるのがセオドー・ローズベルトが20世紀の頭ぐらいに1回やられて、うん、で多分みんなも知ってるロナルド・レーガン、うん、だから81年だね大統領になった次の月ぐらいに狙われてるんだわ、うん、で森田氏と覚えてること今俺が言った大統領何党か分かるっていう、あ民主じゃなくて共和と、ね、そうなケネディ以外全部共和党なのよ、うん、で共和党の大統領は狙われてしまうんです実は。で民主党の大統領って狙われにくいんだよ。でもなんでケネディかっていうとこれも話が長いからちょっと置いときましょう、うん、ケネディちょっと特別な大統領なんで、うん、こう今までの大統領の伏線とは違う大統領だとちょっと置いといても、うん、やっぱ共和党の大統領は狙われやすいっていうのは事実です、うん、でそれも今多分皆さんが多分これ見てる人が聞きたい内容だと思うのでまとめて言いますね。これから いろんな人が YouTube で流す内容は3種類あると思います、うん、で1種類がバイデン大統領側の誰かが撃った、まあ、普通にあることだよね、うん、まず根本的にはおそらく普通の人が撃ったっていうのがまあ一般的な公表だと思います、うん、その狂人者が撃ったじゃあ頭狂ってる人が撃ったとか変にこう個人的な恨みがあって撃ったみたいな感じっていうのはよくあることでしょ、うん、安倍さんの件もそう、はい、おそらく今回も、はい、ロナルド・レーガンとかもすごかったよ、うん、撃った人は狂人者で頭おかしい人みたいな感じでニュースになったから、うん、まあ、多分そんなことはないってみんな思ってるんですよ。いやそんな絶対組織でしょやってんのみたいな、うん、そんなに偉い人を暗殺なんて簡単にできないから組織やってるんだろうってみんながまあ思ってますと、うん、だけど、まあ、公式発表は表側に出るやつだからオブラートに包んで出してるんだろうねってみんなが思ってます、うん、でいいですか。で一つ目がその反トランプいわゆるバイデン側のなんかの組織が彼を狙ったんだっていうのがまず一つ、うん、おそらくね。でもう一つがディープステート好きの人っているじゃん、うん、あの闇の政府みたいなのが好きな方、はいはい、まあ、陰謀というか そういう説が好きな。でそれは本当はホワイトボードで話した方がいいんだけどアメリカって軍産複合体ってあるじゃんよ、あの軍事を司っている影のなんか資本家みたいなやつから、はいはい、でこれは実のとこ言うとトランプ好きじゃないんだよね。ほうほう、これはもう皆さんが多分 YouTube の人みんな知ってる、こういう好きな人絶対知ってる。なんでかってトランプって経済アナリストというか経営者じゃない、うん、はい、そうですね、戦争嫌いなんですよ。で戦争すると軍産複合体は儲かるけどアメリカの一般の経済は儲からないから、うん、だからトランプは戦争好きじゃないのでおそらくトランプが大統領になると戦争はやめると、戦争への支援とかもやめる。でどっちかというとアメリカの経済本当の経済を強くするために、うん、多分ドル安にしたり何かをするんだってみんなが思ってます、うんうん、だから軍産複合体の系統の人たちはトランプが大統領になって今は欲しくない、うん、戦争もしたいし、うん、もっと儲けたいしでドル安まで困るって思ってるので、うん、基本的にはそうなるので、2つ目はそのディープステートの人たち軍産複合体の人たちがバイデン側についてトランプを大統領にさせないためっていうのが多分これが一番言ってくんじゃないかみんな、うん、YouTube で作ってくると思います、うんうんうん、あともう一つが俺がパッと思ったのは可能性としては彼が自作自演したパターン、あー、はい、もう出てます、あ出てる出てる、多分それは必ず、なぜかというと生き残っちゃったから、うん、これが未遂じゃなくて暗殺だったらそうは言わないんだけど、うん、未遂になるとそう言う人が多いんですよ、うん、これはレーガン大統領の時もそうです。あれもレーガン大統領が実はやらせたんだと。でもね、レーガンの場合って真相のとこまでピストルの弾言ってんだよ、うん、それでもやらせたって言うんだもん、すごくない、うん、もしトランプが自作自演でやらせたとしたら相当腕のいい人に打たせて、うん、
耳たぶ通らせて、その撃った人殺して口封じっていうふうになるんでしょ、多分違う、おそらくそういうふうに多分自作自演の人は言ってくると思うんですよ。殺されちゃったから自作自演、それケネディの時もそうじゃないよ、オズワルドが殺された結局口封じだみたいな。まあそれはいろんな面白い作ろうとしてれば知識のある人はいくらでも作れるので、多分その3つだと思うんです、出てくるの。今ちょうど BBC 出てて日本語訳ももう出てたんですけど、そのインタビューしてるとこは出てるんですけど、目撃者の人でその撃ってる人を目撃したって言って 3,4 分いて、で警察官たちにあそこにいるからって言ってたのに何もしてくれなかったって言ってるんで、まあ、これがまた陰謀論にちょっと拍車をかけてますね今だから。わざとだわざとだって言って、特に今 SNS が発達しちゃったんで、いつも言ってるけどどれが本当か分かんないんだよ、うん、例えば今流れてるじゃあ BBC の内容4分とか3分経ったが言った人がそれも本当かどうか分かんない。そうです、分かんないです。でしょ、分かんないんです。だから分かんないんだよ、分かんないのに出すじゃん、分かんない中途半端なものを捨てて出すでしょ。でもアルゴリズムがあるので、ある人にはそれしか映んないわけ、流れてくるのが。で信用しない人には信用しないものしか出てこないから、そうどうなるかって言ったら分断するわけ、また見てるものが違うから。またなのでもうそういうの好きな人はそれで構わないけど、それが政治とか経済とかに波及しなければどうぞいいんじゃない、お金稼ぎでっていう感じだと思いますよっていう感じです。だから事実は誰もがわからないし、おそらく今回もレオナルド・レーガンと同じように撃った人は個人で何かしらの個人的恨みがあって撃ちましたというふうになって終わると思います。ちゃんちゃんってっていうことだと思います。っていうと、じゃあユキオはどれを信じてるのって聞きたい。どうなんですか、どう思う。わからん、わからん、わからん。でこれからどうなっていくと思いますか、選挙にどういった本当に影響が出るかって。だから皆さんはそのトランプ陰謀説、トランプの自作自演陰謀説言うんだったら、うん、それはトランプが勝てなそうな時に言ってもわかるよ、うん、勝てなそうだったら。でも今の状態でトランプ勝てそうだもん、子供が言ったら、だから勝てそうなのに自作自演する必要はないだろうなって個人的には思うよ、うん、まあ、命の危険を冒してまでやる必要はないかなと思うけど、変わらないっていうか、いやそうじゃなくて、何よりももうバイデン大統領みたいな人が立候補するアメリカは変わってほしいなと思います。おそう思わない。だってもう本当に倒れそうな人で大統領にもしなったら4年間全うできないでしょ、うん、そしたら途中で辞めなきゃいけないわけじゃない、もしかしたら途中で死んじゃうかもしれないわけじゃない、うん、そしたら混乱するよね。だって国民はバイデン大統領に入れてるわけだし、彼がもし死んだら副大統領が大統領になるわけ今度、うん、政策がそのまま引き継がれるかどうかも分かんないわけだからさ、だったら出ない方がいいでしょって、うん、本当にバイデン大統領が4年間絶対やりますって言うんだったら構わないけど、うん、無理だと思うよ。だったらもうちょっとやっぱり民主党の、ほら民主党の若い人がさバイデンを下ろそうとしてんじゃんよ。ああそうですね、当然ですよ。それは当然っていうのはあのパーキンソン病かもしれないっていうふうに言ってたりする人もいたよね。そういうことよりもあの年齢で大統領の出てきてみんながあの2人を選ぶ、81とあれトランプって79?78?多分そのぐらいだと思うんだよ、うん、トランプが78でバイデンが81ですね、はい、ああそうなんだ。日本もかなり高齢ですけど、こんな大統領が若い人たちの意見を吸い取れるとはちょっと思えないですね、うん、なんでアメリカはしっかりしてほしいなって思います、うん、自分の国を言ってなんだけどというふうに思います。なるほど、この年齢の戦いになるんだなっていうのはありますね。やっぱ変わりいないって感じなんですかね、やっぱ民主党はね、うん、というそういうことは、そういうことだと思うんだよね。変わりがいないんだと思うんですよ。でも日本の政治とちょっと違う意味で変わりがいないっていう感じはするよね、うん、アメリカっていうのは、まあ、いつも言ってるけど共和党がなっても民主党がなったらこう全然政治の体制が変わるじゃない、はい、だから本当はあの共和党がいい人と民主党がいい人みたいな感じで政党で選ぶんですよ、アメリカ大統領って比較的。だけど最近そうじゃないよね、人で選んでるよね。ってことはどういうことかって言ったら政党職がなくなってんですよ。前に、はい、話したのとつながりですね。言ってた、イギリスの時に言ったんだ、はい、世界史の先生としては良くないと思ってるんだよ、多分心の中で、うんうんうん、やっぱりこうある政党がついたらある政党の色の国ができて、ある政党がついたらある政党の色がつくと。でお互いやっぱりある政党が10年15年とか続くとやっぱり腐るじゃん、その既得権益とかできちゃうから。なんで人々はそれをやがってじゃあ次の政党にっていうんで、大体長くても12年ぐらい、長くてもだよ、大体8年ぐらいじゃん普通で交換するじゃん。
その交換する理由はやっぱりこう政策が違うからこっちの政策にしたいって言って交換するんですよ、うん、でも今のイギリスも多分労働党今回勝ったけど政策あんまり変わんないと思うんです、大きくはね、うんうんうん、なんでアメリカも多分結局民主党か共和党かじゃなくてバイデンかトランプかで政策が変わるだけだからさ、うんうん、なんかこう政党政治の色が薄れてきてるっていうのがちょっと歴史的には怖いねっていう感じ、ポピュリズムが出てくる時ですね、そうそう、ポピュリズムになりやすいと、うん、つまると政党色がないってことは人で選ぶことになるので、うまい喋り方をした人にくっついていくパターンになるからちょっと怖いし、まあ、今回の東京都知事選もそうだったけど、うん、SNS をどう使うかによってすごく選挙は大きく左右するっていうのは皆さん分かったと思うんですよ、ね、都知事選の前にね僕ら喋ってて本当にやっぱり言ってた通りになったっうん、だからそうするとフェイクとかも出るじゃん、フェイクのフェイクも出るんだよね、うんうんうん、フェイクだってフェイクするみたいなっていうのも出てきて、もう何信じていいか分かんなくなっちゃうじゃないのよ、こんな世の中で大丈夫なのかってちょっと思った時に、政治当局がまあごまかしか分かんないけど個人がやりました、組織がやりましたって絶対言わないよね、そういうのって。でもね、組織がやったっていうところがあるんだよね、それがイスラムなんですよ。イスラム世界の暗殺って組織がやりましたっていうふうに言うことがほとんどなんです。ああ、報道される。テロ集団みたいな。はいはいはい、例えば昔サダト大統領はジハードっていうグループをやったんだけど、人じゃなくてグループをやりましたと。うん、そうやって言う、なんかどっちかっていうと、なんて言うんだろうね、素直、うん、正直、うん、ああ、なるほど、うん、ある意味ではね、っていうふうに言うんだけど、でも先進国のもし暗殺とかあった時に絶対言わないもんね、組織の名前とか。なるほど、アルカイダとかハマスとかそういう名前が出てこないですね。そうそうそう、そういうの言わない、まあ、あるのに言わないじゃん、うん、あるんだもん、だって影にはある。そのディープステート好きな人っていうとちょっと言い方が失礼だったけど、ディープステートみたいなグループっているんだよ絶対に、うん、当たり前だけど、うん、超金持ってて、うん、後ろから政治を動かしてる人って絶対いるから、それはアメリカの場合には軍産複合体なわけです。で、日本の場合にはアメリカとつるんでいる資本家たちなのね。だ、当然なんですよ。当たり前だけど、でもそういう人たちの名前は出さないじゃん、当然のごとく。だから国民がお利口にならないと思うツボなんじゃないかな、政治家たちのっていう。なるほど。気はするよね。だから変えられないよね。国民になんか変えられるんだってみんなこう熱い人たちは言うけど、こんなディープステートみたいな存在が後ろで動かされてたら、俺たちはなんかこう操られてるとか、なんか人形みたいに動かされてる感じにしか感じないからって。なるほど。思ったりしません？これぜひ皆さんね、考える機会になれば。危ない危ない危ない。危ない危ない危ない。それ YouTuber 避難したみたいなのちょっと。まあ、賢くなってほしいっていうことですね。ゆきお先生、やっぱり歴史を学んで。そう、なのと、あとちょっと失礼なんだけど、熱い気持ちで国民の力で変わるんだ政治はって言ってる人は、もう少し冷静に考えた方がいいかもしれない、ね。おお、なるほど。そう簡単にはいかないですよ。うん、みんな笑ってますよ、金持ちは。何言ってんだよ、母みたいに絶対思ってますから。だからまあいいんだけどね、だから民主主義、民主主義って言ってるのは、誰かが民主主義を作って動かしてるんだっていうことは、皆さんには分かってほしいと。民主主義って作られてるものですから、うん、みんなが自分の力で政治をしてると思ってもらうために作っているものなんです。政治って独裁的なものが多いからね、基本はね。そうなっちゃうもんだって。人の意見聞いてるとさ、なかなか進まないじゃないですか。うん、まあそうですね。だからまあ、でもな、僕よく怒られるよね。ユキオは独裁を認めるのかってすぐ怒られる。怒られるけど、いい独裁もいるんですよ、うん、中には、うん。いい人で独裁チックな人がいて、で、いいとこまで国をこう、良くさせて独裁でね。で、ある一点ところでやめて、あとはみんなに任せるよと言って渡してくれるような独裁者がいたらいいなって僕いつも思う。ね、まあ、いないけど。まあ、ちょうど僕がね、この動画出る頃に向かってるシンガポールとかね、その話して。うまいね、うまい独裁国家だよね、うん、上手だよね。だからシンガポールを独裁国家だと思ってない人ってどのぐらいいるんだろうと思うもんね、うん、みんなシンガポールは自由な国だと思ってる人が多分すごいいっぱいいると思うんですよ、うん、9割ぐらいの人はそう思ってると思うんですよ、うん、1割ぐらいの人はよく知っててシンガポールのことをね、うん、だけどそういうことなんだと思うんです。だから、まあ、そんなこと言うとつまんなくなっちゃうから YouTube がなのであの YouTuber の人が頑張っていろいろ考えてみんなにこう面白くね言ってる時に、これはフィクションですよって言って喋ってる人がいたら僕は偉いなと思います。そういう人だとしたら、やだやだ、ちょっとうまく作ってよこれ。うわーそんなに作れるからうまく修正できないな、なかなか。今でもかなりオブラートに包みながら喋ったつもりでした。あ、いいね、 YouTuber から突っ込まれるのには構わないです。あ、なるほど。だって実際そうなんだもん、うん、だけど一般の人が分かってないのに
こう乗っかってくられるのが嫌なので、うん、まあ落ち着いてみたいな感じ、はい、まあ無事でよかったですね、はい、でもそうですね、それは、うん、それでもあれのトランプ大統領は無事だったけどさ、後ろにいた方、ああそうですね、亡くなった方、支援者が一人亡くなられて二人重体になったでしょ、うん、だから本当ご冥福をお祈りしたいという感じはしますけどね、うん、まあ犠牲者だよね、うん、とは思いますけど、まあこれでまた安倍さんの暗殺事件の話がまた盛り上がるんでしょ、まあそうですね、だからもうやっぱツイートにも出てますからね、そういうのね、YouTube で、僕これもでも僕はあんまり日本の政治は分かんないけど、煮え切らない、何でも暗殺事件って、暗殺未遂事件も暗殺事件も煮え切らないような結末にするんだよ、うん、当局は、うん、本当のこと言えないから、うん、だからこうやってこう陰謀説とかそのディープステート説とかを唱える人たちがたくさんいて、いろんな証拠を持ってくるじゃん、でこれは証拠だって言って、うん、反対意見もこれが証拠だ、お互いにこれが証拠だって反対意見持ってこられてもさ、どっちだよってなっちゃうよね、うん、だから皆さんにアルゴリズムに気をつけてくださいってだけ最初に言っときます、最初とか最後ですね、はい、最後に言っときます、はい、アルゴリズムに気をつけてください、あのアルゴリズムをこう頑張ってこう、あれできんの、アルゴリズムを消してさ、自分が見てるのを探すことって、いやー、まあ、難しいですね、難しいよね、だから変な方にしかならないんだと思うんだよなって思って、あ、アカウント2つ持ってるんじゃん、 Google アカウント2つ持ってて、2つこう見るものを変えれば、ね、片方はこっち側の説ばっかり見てて、片方こっち側説ばっかり見てて、なかなか難しいと思います、難しいか、勝手に自分が興味あるものを見る時間長くなっちゃうんで、そう、長くなったらもうそれに反応しちゃいますから、アルゴリズムはクリックしなくても反応しちゃいますから、それだけは思って、でもすごく人間熱い方っていうのは、あるものを信じたら絶対そうだと思う人ってまあ一定数いるじゃないですか、だからしょうがないけど、そういう人って幸せだよねと思うの、僕なんかにこう信じて変わっていけるからすごいなって思うんだけどね、暗殺の件は。でもなんか僕やるよ、なんかすぐ来てる LINE とか、暗殺の歴史やってくれとか、ああはいはい、なるほどなるほど、っていう風な、でアメリカ大統領の暗殺以外もやってくれとか、どれだけやんなきゃいけないんだよ、どれだけ政治家が暗殺されてると思ってんだよと思うんだけど、でも政治家って世の中動かす人だから、暗殺されるのを覚悟でやってらっしゃる人はたくさんいると思うんですよ、だからあんなにたくさん守ってくれてる人がいるでしょ、シークレットサービスがあんなにいる、だって絶対こいつ狙われないだろうっていう人までシークレットサービスいるじゃん、日本の政治家って、だからまあそのぐらいの立場なんだってことは分かって皆さん発言していただければなと思います、わかりました、以上ですということで、ゆきお先生でございました、皆さんバイバイ、見ていただきありがとうございました、お疲れ、ゆきお先生ありがとうございました、はい、じゃあお仕事戻ります、はい。